はい、こんにちは、ジャマです。今回は、マーベルスナップ動画撮ろうと思います。ということで、ね、やっていきましょう。なんかね、このアントマンね、なんだっけ、ここのね、リクルートシーズンの12番目のやつでね、ゲットできたので、このアントマンね、ちょっとデッキに入れてみようかなということで、またね、デッキ作ってみました。まあ、2個目に作ったデッキ、2個目にというか、最初に作ったデッキの中に、コロッサスとアントマンだけ入れたような感じのデッキですが、まあそこまでね、大きな変化はないかなという感じでね、ちょっとこれで、戦ってみたいかなと思います。ということで、やっていきましょう。いきまーす。さあ。相手見つかりましたね。いきましょう。意外とね、コロッサスもね、破壊されない効果強いなっていうのを前回使ってみて思った。ワシントン DC、このロケーションにある効果を持たない全てのカードのパワープラス3する。バニラが強い。なるほどねと。まあ、とりあえず真ん中アントマン出しておきましょうか。あ、アントマンワシントン DC に出す。ほー。あ、カマルタージ。公開時、このロケーションでは、各種効果2回発動。ここは真ん中センチネルもありかな？真ん中センチネルで、センチネル回収して手札切り起こさないようにしながら、確実にね、アントマンを増やして、増やしてというか、効果発動させていきたいかなという感じに、動きましょう。といっても、まあ、次出すのはね、ミスターファンタスティック真ん中出しだと思うので、でも最後、なんだ？この、カードのコストをマイナス1する。お、全部コスト安くなった。どうしよう。ちょっと迷うね。こうなると公開時効果2回発動が強いと思うので、ジェシカ・ジョーンズ真ん中だしでいいかな。うん、最終的にはね、ミスターファンタスティック出すと思うんだけど、次のターンには出さない、次のターンは、何も出さない方がいいので、どうしようかな。これ多分、あれだよね。ワシントン DC 捨ての方が俺は良さそうだよね。だから、コロッサス、センチネル、ウルフスベーンみたいな感じで出していきましょうか。さあ、これで真ん中と右を取りに行くような動きをしましょう。で、ジェシカ・ジョーンズの効果が発動して、カマルタージは結構固くできると思うので、はい。はい、オッケー。で、ファンタスティック出てくる。で、さらに、アイアンハート。はぁ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 。うわ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 、強っ。そうですか、そうですか。まあ、センチネル。で、ウルスペン。はい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 。アイアンハート強っ。ちょっと待って、どうしようかな。公開時効果2回発動強い。ちょっと待って、真ん中に出す方がいいのか。いや。うわー、わかんねえ。でも、ウルスベーンの公開時効果、重ね掛けしてもいいよね。アントマンは永続だからね。っていうか、真ん中はアイアンマンで倍にすれば十分な気もするので、ウルフスベーンの効果を再発動させていくか。でもどっちだ、微妙だな。いや、これでいいと思う。さあ、相手はワシントン DC を埋めてくる。オーディン出す。まあ、センチネルの効果発動するのはま、別にいいんだけど。そう、ウルスベンの効果がもう一回発動するのが強い。11点。ハルク出る。で、ナイトクローラ出る。アントマンが上がる。34点。これはもう、左は絶対勝てないから、放置ですね。最後に、アイアンマン真ん中出しで終了かな？アイアンマン真ん中出しで、一応ミスターファンタスティックで中央を補強できる意味があるので、これは出しておきましょう。
で、まあ、ゼロコストだからせっかくだし出しとこうかっていうね、感じで終了しましょう。まあ、勝ちだよね、多分。これ、スナップしてみる？真ん中逆転ありえるかな？カマルタージ、効果2回発動がちょっと怖い気はするけど、スナップしましょう。さあ、どうだい？あ、撤退した。オッケー、オッケー、オッケー。まあまあまあ、勝ちですね。はい、報酬受け取る。お、ホワイトダイガー、レアリティアップですね。3D。オッケー。おー。ナイス。さあ、そして52までアップしたことで、ブースターゲット。お、ナイトクローラーのブースターゲット。さあ、もう一回行きましょうかね。なんかミッションを達成したみたいなんで、こっちもね、ちょっと受け取っておきましょう。受け取っておきましょう。はい。まだ何かある。あ、これか。クレジットとゴールド、シーズンパス全部獲得しておきました。さらに、あれか、シーズンパス達成したことで、いろいろもらえますね。クレジットももらえる。ガモーラ。公開時、このターン相手がこのロケーションにカードをプレイした場合、パワープラス5する。お、これも強いね。公開時効果のカードで。ちょっと後でちょっといじってみようかな。で、アバターもガモーラのやつゲット。で、あ、今度はデッキにオーディンを入れて勝利するが出てるので、まあ、引き続きこのデッキでやればオーディン入ってるのでいいんじゃないかなということで、もう一戦してみましょう。いきまーす。ほい。さあ、相手を探してる。見つかった。さあ、行こう。まず、はい、最初のフィールド、ヘルファイアクラブ。コストが1のカードはここにプレイできない。なるほどね、と。じゃあ、とりあえず真ん中はホークアイ。出しましょう。で、アスガルド、ターン4の終了後、このロケーションで優位のプレイヤーはカードを2枚引く。ただニコスがない。ニコスがない。これはちょっと辛いね。入ってニコスある。あ、書き換える。ザンダー製。このロケーションのカードのパワープラス1する。なるほど。それはまあ悪くないんじゃないですか。で、最後が、ヨトムヘイム。毎ターン終了後、このロケーションにあるカードのパワーはマイナス1する。だからまあ最後に出しまくる方がいいね。出すなら。で、アイアンハートはちょっと出せないから、アントマン真ん中出しかな。はい、他は出せないので終了。そうかそうか、ヘルファイアクラブはコスト高いやつしか出せないから、それはそれでなかなか難しそうだが、おっと、相手はビショップ。はい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 。ここはね、ジェシカ・ジョーンズ左に出そうかな。で、終了。相手はヨトムヘイムにカイザー。こっちはジェシカ・ジョーンズ出す。スナップしてくる。マジか。これどうしようかな。真ん中に、アイアンハート真ん中出しでやれるんじゃないかな。スナップ、いいよ。受けましょうか。こっちからもスナップすることはないと思うけど、アイアンハート出しでエンド。はいはいはい。フォージ。相手が、センチネル。さらに、アントマン。はい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 。うわー、どんどん強くなっていく。ただこっちも、強くしていくぞと。まあ、ヨトムヘイムは、あ、でもこれがラストか。
6点。ファンタスティック。あ、これ、ウルス・ベーン出して、ファンタスティック出しての方がいいか。オーディンよりは、右は完全に捨てて、真ん中、ウルス・ベーンとミスター・ファンタスティック。これで、12点になる。あ、でもどうだ、これ怪しいかな。これでどう？真ん中は取れると思うんだよね。だから、ヘルファイアクラブが勝てるかどうかだけど、あ、これなら勝ちじゃない？さあ、20点、22点。そこが、あ、ミスターファンタスティックだけど、オッケーオッケー、ヨトヘイムは初めから捨ててるから、別にこれで勝ちですね。オッケー。オッケーオッケー、相手スナップしてきたけど、別に普通に勝てましたね。よかったよかった。アイアンハートが、レアリティアップですね。フレームブレイク。アイアンハート強いね。いいじゃないか。ほいほいほい。はい、ということで、まあ、今回はね、ここで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょ。